9月の芋虫。ストーリー安藤隆。出演大川康樹。中原中吉はかなりの老人であるが、機嫌はすこぶる良い。なぜなら仕事に行かなくなった代わりに毎日よく歩いているからと人には説明している。今日も吉外公園の周りを老人の足取りでよぼよぼ歩いていた。大きな鈴懸の木の枝葉が歩道に低く垂れている下を歩いていると、足元を鮮やかな草色の薄皮がはちきれんばかりの芋虫が歩道を横断すべく勇んで這っていた。中吉は地面に近い小男だからよく観察できるのだが、それは顔の模様のある芋虫で、大きさは15センチほどもある。そうして角を立てて中吉を威嚇する。9月のこんな時期まで芋虫で居続けた結果、芋虫としての美学が高まりすぎて蝶々に変身できなくなるものが毎年出ると聞く。緑弁の大きさでもある芋虫にわずかでも触れないように中吉は大きく迂回して避けた。柔らかいものを踏んだ時の「あっ」という感触や、靴底に汁が付着するような恐ろしい関わりを恐れた。しかし大いに呪い芋虫がこの散歩者と自転車の多い歩道を横断しきるのは不可能と思えた。彼が無事渡り終えるかを観察し通す勇気はとてもない。いっそこの場で水袋の可憐な体を一気呵成に踏みつぶしたい誘惑に駆られるのは、希望を持つ苦痛から逃れるためか。それならば我が両手でみずみずしい芋虫をすくい上げ、彼の目指す道路脇の植え込みの寝方にそっと置く方法を選ぶべきと想像するが、置いて堕落した中吉の手指は芋虫の湿った皮膚の感触を1ミリたりとも受け入れず気味悪がるのだ。それに植え込みの寝方に置いたとて、いつ何時また歩道を引き返さぬとも、また車道にさえ乗り出さぬとも限らぬ。であれば完全な解決は一切の想像を閉じること、つまりやっぱり殺すしかないではないか。中原中吉はとりあえず逃げるが勝ちとばかり、老人得意のよいよい走りで犯罪現場に居合わす災難から逃げた。よいよい走りしながらヒマラヤ杉の角をめがけて走った。そこを曲がれば振り返っても現場は見えない。見えなければないことになる。すると不意に後ろから黒人ランナーが来て追い抜いていった。中吉はとっさに靴底を盗み見ようとしたが、たちまち視界を塞がれた。というのは次なるランナーたちが続々とやってきたから。日本人たちが来た、老人たちが来た、
いちいち靴底を見届けることはできない数、来た。車椅子も来た。頑張って。頑張って。それは公園一周市民マラソンであった。これでは芋虫の命はひとたまりもないだろう。中吉も集団に巻き込まれて、動く歩道のように滑走したのだ。それなのに、いつもみんなみんなどこへかき消えるのか。気がつけば人生のように、一人ぼっちでヒマラヤ杉のふもとにいる。安心は安心だった。ヒマラヤ杉からすっかり顔を出して、元の歩道を指で遠眼鏡して覗かぬ限り、鈴懸の木も見えない。安心したら、中吉は思った。ああ、やっぱりオイラが踏み殺すべきだったんだ。戻って芋虫の哀れな残りカスを見てあげるべきなんだ。こうなったらもう、触ってもいいや。中原中吉は高ぶった。それで何をしたかというと、ヒマラヤ杉に抱きついた。